キャスティングを見たときに、これはちょっと困るんじゃないかと、とてつもない人たちがいっぱい出ることになって、どうやってこの人たちを説得したんだろうと思って、石橋蓮司さんの遺作になるかもしれないのでって監督と制作部が言って集めたんじゃないかと。それでだから撮影中はずっとあの生前葬的な雰囲気でやらせていただきました。どうも皆さん、いろいろ長い間お世話になりました。遺作にしようとしたんじゃなくて、あの原田芳雄さんのね、最後の映画を本当に坂本監督が自力で撮ってくれたのは本当に日本映画界で一番いい話だと思ってるんですよ。でも残念なのは、死ぬって分かってから撮らないで、元気なうちにね余力がある間に力発揮させてっていう、そういう流れです。だからこれでレンジが死ぬと本当に坂本さんと撮ると死ぬってことになっちゃう。だからもうね、絶対に死ねないわけなの。私、石橋さんがいつもふざけてる姿しか見てなかったんですが、たまたま奥様と一緒のところに遭遇したことがあって、その時はすごい2枚目なんですよ。それで、そうなの、だから蓮司さんの2枚目の部分はちょこっと見てるので、今回は内弁慶っていうの、そうなんていうの、そういうのって、でも結構2枚目の、今回2枚目の芝居しましたね。泣いちゃったの、蓮子ちゃん泣いちゃった。奥さんのことは禁句だったの。いや本当2枚目の、そしていっぱい持ってらっしゃる方ですから、素敵な2枚目して今回、はい、初めて映画に出た時に蓮司さんがご一緒だったというか主演だったので、ずっと蓮司さんの背中を見て育ったので、こんな女優になっちゃったんです。だからね、かっこいいところも面白いと、どれだけ洒落てるかっていうことも全部、まあ共演した俳優たちはみんな知ってるわけなので、とにかくこの洒落た俳優を世界に出そうというプロジェクトですよね、これはきっと。世界に出します。いや、そこなのよね、世界に出すか。英語喋れないの、日本の宝としてしまっとくかって。どっちがいいだろう。しまっといて。